今、日本政府が実施している200億円以上かけた日本の分断となりかねないプロジェクトをご存知ですか？それはウポポイの通称で呼ばれる国立アイヌ民族博物館です。このウポポイプロジェクトは、さらに北海道内に6、7箇所のミニウポポイという施設ができ、さらには20箇所ほどのミニミニウポポイという施設ができる計画とのことです。そして道内に拡大したウポポイの場所をアイヌ関連の人が自治権を持つ自治区にしようという動きがあります。自治権をよこせとアイヌに関わる人たちがデモを行っているのです。5年前には13億2700万円だった予算は、2021年には61億3800万円が投下される予定になっています。その額はおよそ5倍です。私たちの税金200億円を投じてまで、日本国内で分断となりかねない火種をわざわざ作るというわけです。今まで国のスタンスとしては、国連の場で日本には少数民族がいないと発していました。つまり日本は一つの単一民族国家であったという主張が含まれていたわけです。しかし急にアイヌ民族を認めていることになっています。これは従軍慰安婦問題と似ていると思いませんか？日本自ら歴史を大げさにねじ曲げ、差別し虐げたということで国費を投下する。それと全く同じことが起こっているわけです。しかしマスコミがこのことを真剣に報じることはありえません。この危機は10年前から予測されていたにもかかわらず、マスコミが報じるのはいつも芸能人のスキャンダルや野党の上げ足取りのような批判ばかりです。あなたはこれをただの偏向報道に過ぎないと思われるかもしれません。ですが私たちは重大な何かを見逃してはいないでしょうか？なぜ東北復興を舞台にした NHK のドラマアマちゃんに自衛隊が一切出てこなかったのか、あなたは知っていますか？なぜ大東亜戦争という言葉が放送禁止用語になっているのか、その本当の理由をあなたは知っていますか？こうしたメディアの在り方について、産経新聞正論元編集長でマスコミを裏の裏まで知り尽くすジャーナリストの上島芳郎はこう言います。 GHQ による日本人の思考改造と精神破壊の結果だと。しかし不思議に思いませんか？ GHQ といえば1945年に日本が敗戦してからやってきた占領軍です。たった6年8ヶ月の占領で、いとも簡単にマスコミの報道がガラッと変われるものでしょうか？占領期間が終われば元通りに戻るはずですよね。実はそこにこそ GHQ が仕掛けた罠があったのです。そして今も続くこの罠の存在を日本人はほとんど知りません。日本国民に仕掛けられている今も続く罠とは一体何でしょうか？